はい、どうもはい、どうも、堀江先生です。お願いします。コンビニのバイトが一番長続きしました、ね、コンビニバイトはね、定番ですからね。工場のライン作業はすぐやめちゃった、まあ、向き向きありますからね。俺コンビニ本当に得意だから、ちょっと見てほしい。分かった、じゃあ俺キャットしていこうか。お願いします。ビーン320円がいって、ちゃんとレンジ打ちしてんだよ、後ろの130円がいって、120円がいって、740円がいって、840円がいって、230円がいって、180円がいって、本当に流れるようにレジ打ちしてる。めちゃくちゃ得意なんだろ。160円がいって、730円がいって、840円がいって、970円がいって、340円がいって、460円がいって、520円がいって、370円がいって、140円がいって、72円がいって、コンビニだよ。そんなに買ったやつ。140円がいって、340円がいって、780円がいって、ドンキ行けよ。そんな買うならドンキの方が良かったって。160円がいって、320円がいって、以上、184,000円です。そんな買ったの。シールでよろしいでしょうか。シールで、ね、シールで、ね、84点全部シールで、ね、お前何どうすんの。シール全部貼ってくの。こうやったらシールで、ね、そんな店員見たことある。84でバーって貼ってくのな。シールで、ね、そんなわけないじゃん。袋買うてすらシールで、ね、自分で言うてるの気づいてない。おかしいこと言ったなって。なシールで、ね、そんなわけない。持って帰るとどうすんの。お前ここなんだっけよな。シールで、ね、なんでそんな寸胴で言ってんの。おかしいこと言ってるよお前な。シールで、ね、しました。え、本当にシール貼ってくのお前。すげえ手際いいじゃんか。なんでお前そんなリズミカルによ。ゾーン入ってるよお前。お前工場の内作業絶対向いてたって。もったいねえよ。すぐやめてさ。ありがとうございました。お、あの曲片手で全部担いでた。あいつはあいつで蕎麦屋も手間の才能あんじゃねえ。次の方。あ、すいません。ありがとうございます。260円がいって、こちらのプレムロをお買い上げの方にセールでこちらをお渡ししています。なんだこれ。もう終わりだよフレンズ。あの日の言葉の意味今さら分かっても遅いよ。ああ、なんですか。夜遊びの新曲っぽい歌詞を考えた僕のメモです。セールで、セールで、セールでお前が考えたこんな文章渡してるのな。セールでなあ、お前が考えたんだよな。夜遊び関係ねえじゃん。ただのお前のポエムじゃねえか。セールで、まあ、そんなコンビニ見たことないよ。どこで店舗行ってんのお前。セールで、こちらのプレモルよく振ってからお召し上がりください。ビールを、ビールを、ビールよく振ってって言ったら炭酸だからプチューってなっちゃうの。ビールを、大体そのお茶とかに書いてあるんだよ、そういうの。ビールを、おい、お前全然コンビニの店員対応できてないからな。工場でライン作業できるっぽく。最初と言ってること変わってんじゃねえか。ありがとうございました。